親父が急に大動脈瘤破裂って言って意識不明になっちゃって、で何の意もないままうちの親父が作ったそのボイルショップの時に作ったね、米沢大牧場という組織がその時グループ会社7社ぐらいあって、で全部代表移動をこううちの親父で、で大部に負債があって、農事組合法人って集団責任なんです。だから組合の理事は無限責任で全員責任を負わないといけない。そうなると親父と一緒にやってきてくれた人が全部連鎖でなってしまうので、俺が米沢王の代表になって、で民事再生させていただいて事業を継続しながらその人たちに迷惑をかからないようにやろうということで民事再生させてもらって、ただこの時に世話お世話になった弁護士事務所の方が初めて 100% みんなから OK もらえたと思って、民事再生をしていいですかって言った時に、いいよって誰も反対するんです。まあそれはうちの親父たちのやったことだったりの評価だったり、うちの親父は失敗したんだけど、でそういうふうなことをどうしても5年6年前にも民事再生で終わり、今まあこういう活動を継続できている。で、高村ボイルさんを一緒に今グループとして活動してて、で、一昨年大学を卒業してすぐぐらいの子が就職、就農してくれたり、今年も、24分の子が就農してくれたり、その子が帰ってきてくれて農業に一緒にやってくれるようなこう、なんか広がりも少し増えてきて、ちょっと考えるのは今親父さんたち、うちが俺今50なんで、息子が継ぐ継がないっていう選択を迫られてる時期だったりするわけですよ。でその時に親が子供に農業ということを選択肢として与えられるかどうか、勤めてた方が楽って考えるのが一つのパターン。そうですね。でもう一つは同世帯内で農業をやるってことはやっぱり収入が外から入ってこないので、 そうですね、それだけ親のリスクも高まるわけじゃないですか、家としても、でもそれをある程度こう仲間としてこう技術だとかいろいろなものを共有できれば、販売先だとか俺とかも結構じゃあ戻せばってすぐ入れる。でこれは例えば言うから聞いて、果物のことだったら言うから聞いてばいいじゃんとか、でも果物の中でも言葉は誰だりとか、そういう技術的なネットワークと、あと考え方とか、そういうことも共有できるようになったので、だから今までは親父さんたち、じいちゃんたち、女性と高齢者の人たちを地域の中で農業を続けていけるような組織として作ってきたんだけど、今度はそこにやっぱ若手が参加、どんどん参加できる。多分すごく赤トンボとか米沢も珍しいのは、こういう出荷組合みたいな農家の組織って年代が親父さんの年代から息子の年代までポンって飛んでたり、同じ年代の人だけだったりするんだけど、上を俺らは80から20代前半までずっと世代がつながってるっていうのがこれらの特徴で、それがやっぱり地域の年代層と同じで、かつ面積も多い人でやっぱり20ヘクタール超えてるし、少ない人は50ある、で兼業の人もいるし専業の人もいる、でそういう地域の特別なこうここって切らないで、ただルールはね、環境活動に参加しましょう、あと勉強会にはきちんと参加して、で技術高めて農薬を今年よりは来年減らそうとか、そういうことに賛同してくれる方、あとは地域循環型の農業をしていこう、地域の資源をうまく循環させていこうとか、一緒にやってくれる方なら OK っていう意味で今進んでいるので、まあ、そういう点では爆発的に儲かったりしないので、組織の人数がガーンって増えるとはないんだけど、ただやっぱり若手の行動力と
あとじいちゃんたちの知恵、うん、だそういう点では日常今までこう家庭で行われてたことを、うん、その地域の中でまあ狭い中ですよ、赤トンボっていう、うん、そこの中である程度こう継続していくっていうイメージ、うん、なるほど、ね。伊藤さんの話を聞いてるとやっぱり州が農家さんの自立心というかその力をつけるっていうのはすごく言えますよね。でも依存型ではなくて自分の意思とかやりたいこととか思ったことってやっぱりあって、それをそうじゃないって言えるためにはある程度力が必要で、でそれはやっぱり自分で物を作るとか技術的なところだったり、でそのものがやっぱり人に認められたりすることだし、地域だっていろいろ考え方でしかるべきだと思うし、目的が一緒だったりすると、じゃあ力貸し合おうかということで集まって赤トンボみたいな組織ができるんだっていう、それを支えるのはやっぱり個の力だったりするから、一人一人レベルアップしてもらって、そういう人が集まってくれればもう力が上がるじゃん。だから俺は組織の力っていうよりは個の力を伸ばして、それが集まれるような枠作りしていった方が全然面白いんじゃないかと思って、でその個の力をこう高められるような経験をやっぱりこの組織使ってやっていく、でそういうことで地域はもう少し面白くこう跳ねてくれれば面白いよね。でね、今やっぱりいろいろ農家も人材育成みたいなのすごい金が出てる。あ、そうなんですか。金が出てるけど、あ、そうなんや。出てるけど使い方違うんじゃん。みたいなのがあ、そうなんや。やる人間が行政だったりするんで、すごい前例ありきでしょ。だからもう著名な人呼んでくれば、まあ、いいやつって、こう全国の農業塾とか、例えば農業の若手のセミナーとかいっぱいあるんだけど、本当にその地域の中でやっぱり役に立ってるのかっていうことと、あともう一つは基本的な農業だけをやっぱり推進しないといけないから、今政府がそっちの方向に向いてるので、その金使うとそっちの方向にやっぱり流れちゃうんですよね。そうなればなるほど効率的な農業を求めるから、大規模化、集約化、単一化しかない。だから5軒で500ヘクタールとか、3軒で200ヘクタールとかっていうのは全国にどこどこあって、それをモデルにしちゃうわけ。なるほどね。そしたら面白くないんで、みんなもう農家じゃなくて技術農者になってるし、だから横浜さんさっき言ったんですけど、やっぱり農家っていうのの中規模農家さん、小規模農家さんが支えてきてる。で絶対そうで、やっぱり家族経営を一つのベースとすべきだと俺は今でも思ってて、でそれが最小単位で最も強い、実は。でもそれだけじゃ情報だったりいろんなものがやっぱり手に入る、それをみんなが集まって組織を作って情報を得るっていうことがやっぱり必要だなと思いますよ。去年も一昨年もその農協塾に呼んでもらって時間もらって話をする、技術の大切だよって言ったら今までそんなこと言った人いないって言われて、だからやっぱ販売とかそういうところが優先してみたいな話がやっぱり農業塾に叱る話題になっちゃってて、だから俺ぶっちゃけ食べ物って値段言わなければ絶対売れるんだって食わなきゃそうですよ、ね、ダメだし、食わなくても腐るから、だから農家って絶対一番いい食品をついてるはずなんだ。だけどそれがまずかったり、目標の収量が取れなかったり、仕事しないから食えないだけ、ちゃんとすれば食えるんだよ。ここは14ヘクタールぐらいあって、山のあの峰までうちの土地、牧場でずっと牧場にしてたんですけど、3.11 があって、はいはいはい、あの宮城県も影響があって、牧草地使わないっていうことになったりした時に一旦休んで、今はこのまま。そうなんや、牧草地使わないってなんでそうなったんですか。
宮城県側の北東市から、はい、あのセシウムが検出されて北東食べさせちゃダメっていう。ああ、なるほどな。え、ひどすぎる。お邪魔します。ここは BMW ってあの技術協会のプラントで、はい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 、こういう形で牛の尿とか堆肥を利用して水を作ってくる。へえ。牛の尿が1層目で、そこに前牛飼ってた時は牛の尿が入って、はい、で今はあの低分から作った堆肥を入れて、それを餌に微生物を培養していく。で、もともとこの技術ってあの東大の内水先生っていう方が、作った活性オレオ法っていう、あの混合排水なんかの、あの浄化する技術を、応用して、畜産の尿とか廃棄物を、まあ浄化していこうっていう流れの中で、それを今度作物なんかに有用に使ったり、あの鳥とか家畜に飲ませて、家畜の匂いやハエなんかを少なくしようっていう技術に応用されてきた。9トンの容量のタンク、あ、それが一番奥のやつですか。そうです。ここが1トン、2トン、3トン、4トンで、一番もう4層目には大腸菌とか、はいはいはい、あの亜硝酸化窒素とかっていうのはもうほぼない状態まで浄化して、だから基本的にはもう飲める状況ではない。どういう、どう、全然分からへん。どうなったらそうなるんですか。やっぱり全部微生物の役割。そこの中にもともとその微生物で、活性汚泥っていう方法なので、汚泥の中にいる微生物で水を浄化していくっていうことを内水先生考え出されて、それにあの私たちの先人がにあの石を利用してミネラルを溶かし込んで、作物とかにもいい水にしていこうっていう技術を変えてる。今全国に、170カ所ぐらいプラントがあって、へ、あのこれを利用しながら畜産をしたり、あの、甲州だから野菜とか果物に利用したりしてる。すごい技術ですよね。でもこれって、特許もヨーロッパ、アメリカ、韓国では取れてある。あと日本。この技術っていうのはもともと開発したのはその東大の先生が開発されて、でそれを伊藤さんの、お父さんとかの世代、世代の人たちですね。だから今 BMW 技術協会一般社団法人になってるんですけども、はい、それを最初作ってきたあの先人の人たちがあの石とかを加工して加えて作って、その人たちは基本山形の人たちなんですか。いや違う、全国。あ、全国から。九州のグリーンコープっていう政府があるんですけど、はい、そこの最初の専務だった、もう亡くなった方なんですけども、そういう方たち、生協の人たちとか、その地域 の、 あの山梨の農業やってる方とか、あと大分の医者の先生とか、みんな力を寄して。そうですね。この技術ってのは有名なんですか。結構僕は初めてお聞きしたんですけど、勉強不足で。基本的には、知る人と知るみたいな。その日が出る。なるほどね。例えばそういう水を作ってもめちゃくちゃ売るとか言わないし、そっかそっか、自分たちでこう自分たちの地域のために作っていこう。だから技術協会に入ったり、何あの例えばいろいろなことをするには常任人材の許可がいったり、そういう点ではちょっと変わったり、普及はしようとしてますね、一応。一応ね、あの広げようともしてますけど、あの昔の気質で言うと分かるやつだけ分かってていいやみたいな雰囲気が今までだいぶあったから、なるほどなるほど、そこからまた抜け切れてはいない。この技術のことを BMW って言うんですか。そうです。あ、何の略なんですか。 BMW って僕車しか浮かばないですけど、 B がバクテリア、うん、バクテリア、うん、で M がミネラル、ミネラルで W がウォーター、ウォーター。あ
ああなるほどね。でこれを一般社団法人としてその技術を普及活動もしてるし、普及活動もしてる、あと会員の人たちで結構生協の人たちも会員になってくれてるんで、技術なのに一般社団なんで、あの会員の会費で成り立ってるんで、はい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 、で多くはやっぱりその生協の方たち、あの農薬を使わない技術でもあるので、それを推進しようと思ってくれている生協の人たちが会員として入ってもらって、例えば常任理事会にも入ってもらって一緒にそういう技術をこう普及させていこう、開発していこうというふうに、だから普通技術っていうと、あの例えば農家だけとか、例えば資材会社だけとかっていうふうになりがちなんだけど、すごくこう変わった形で、農家だけじゃないもないし、そういう技術集団ってすごい珍しいと思う。これは梅田さんが目指している地域循環の形、これちょっと古いやつですけど、はい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 、でこれが薄いところが、うん、ここの沖多摩、はいはい、梅沢だったり高畑だったりの地域を指してるんですよ、うん、でそこの中には田んぼもあるし、はい、果物畑もあるし、牛もいるし鳥もいるし畑もある、はいはいはい、で地域循環、まあっていうと、例えば米が一番この辺だと分かりやすくて、うん、米田んぼから出るのは、まあライスセンター収穫後出るのは玄米という形で出て、はい、それが赤トンボの精米工場になって、うん、白米とか、はい、例えば胚芽米とかになってこの地域外の消費者の人に届く、うん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 、でもち米は農産加工場、ここも米沢グループで持ってて、はい、そこで農産加工を持ちにして地域外の消費者の人を取る、うん、でも田んぼからできてるのって米だけじゃなくて、例えばもみ殻が出る、はい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 、うん、それは先ほど見てもらった鳥の鶏舎、うんで鳥の敷材に下に敷、はいはい、見ましたね、でそこの上に鳥が糞をして、うん、それがここの堆肥センターに入って、はい、もう一回田んぼに戻っていく、なるほど、循環するってことですね、循環する、ここで、うん、で稲わら、うん、あとは飼料用の米だとか、うん、餌にする米も出るので、うん、それはそれも鳥が食べたり牛が食べたりして当然糞となってここに戻って堆肥センターに戻ってきてもう一回田んぼに戻っていく、だから無駄がない、なるほどなるほど、で玄米で来たものも精米して、うん、そこからは精米所で弾いた米だったり米ぬかが出る、でそれをうちの飼料工場に持ってきて、うん、で植物性の乳酸菌で発酵させて牛の餌になったり鳥の餌になって、うん、でそれも当然糞となって戻ってくる、でそういう点ではこう今エネルギーの自給とか言ってるけど、タンパク質もエネルギーなわけです。なるほど、なるほど。でそれ考えたら餌もエネルギーで、それを飼料米とかいろんなことを考えて言うと、その地域内でエネルギーを有効に回す。そしたら移動も少ないから減らないし。でこれがすごくいいなと思って俺らやってるのと、例えば特に飼料米なんかは今 20% ぐらい餌の中で混ぜてて。で鳥の餌は 94% ぐらいはもう輸入なんですよ、トウモロコシ主体だから、あと大豆で、それを 20% 国産に変えられたら、うちは餌の仕入れ代金もあの地域に戻せるし、うんうん、で地域のものを地域で加工して食べて、で糞はもう一回地域に戻せるから、そういう点ではすごくエネルギーが移動しない、なるほどね、それはやっぱ目指したい。ただ俺先ほどもちょっと話したんだけど、うん、俺らのものを食べて選んで食べてくれる人もやっぱり必要で、うん、それとどういう形でつながるかっていうのは食育だとか交流だとか体験をして私たちのことを知ってもらって、で一緒にこの活動を見守ってもらう。この米沢郷牧場っていうのは、米沢郷はうちの
うち私とか横山の優の親父さんたちの世代の人たちが設立した作ってくれたもの でそれを今持続してやってると、はい、で赤トンボは、私が27の時設立してで今は優たちにやってもらってなるほどなるほどそれが親父さんたちの、まあ、意思を継いで米沢を今やっててなので今はお互いにグループという関係でなるほどなるほど有機農業者とかってぶっちゃけ変わり者なわけだから点でしかないから広げないと個体数少ねえよねだからある程度、地域の中でみんなで集まるなるほどねこの上からまず降りて各農場から運ばれてくる、うん、農場から鶏糞が運ばれてきてそれを一回攪拌して処理して、はい、それを下に落としてきて攪拌っていうのはあの空気酸素入れないとやっぱり微生物は、はい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 、切り返しをして、うん、で一時的に攪拌してなるほど水分ないとあの発酵しないので、はいはいはい牛とかと違って、うん、鳥は糞と尿一緒だから水分がすごい足りないんですなるほどで発酵に適した水分って大体 60% ぐらいなんで、はいはいはい、でうち農場から出てくる時は 20% ぐらいしか水分ないんでうん水気を入れてあげてでそこで攪拌して、発酵の第一段階作って、うん、その下に落としてきてこれが落ちてきたと、うん、落としてそれにまた強く使って、はい、水分調整してこっちのラインに入れてラインにこれで入れると、うん入れるときはなんかこう機械でバケットでバンとこっちに入れていって、はい、でここレーン入れますよね、はい、じゃあ次どうなんですかレーンが今度この攪拌機で1日、1.8 メーターずつあっちに落ちてくるんですよあこの機械がウィーンと前に行くわけですかでこの機械っていうのはぐるぐるこうそう回転してこう切り返しをしていくなるほどなあこの下のこういうやつですねあとさ、当然匂いが伝わらないけど普通これだけ堆肥あればすごい臭い、うん、あやっぱそうなんですねあの特に消化率が最も悪いんですよね、鳥ってで、一番カロリー食べあの高いものを食べてるんで一番臭いんですで、消化悪いなるほどだからエネルギーが残ってるんで臭いアンモニアになってはい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 ただここはそんなに臭くないっていうのはやっぱりあのさっきの道の駅じゃないですけどあの道のトップでさっきのやつの出口がこっち今坂下ってきた自然の傾斜を利用して、はいはい、あの取り出さなくてもあっちから押し出されて下に落ちるんであそこでぐる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 ってこう攪拌して、うん、こっちに押し出されてくる、はいはい、でここに落ちてくるんですねそうそうでここに落ちてきてそれを、またそこに積んで、はい、ここでも切り返しして完成品に近づけてくるなるほどでこういうふうにこう間仕切りしてあるのは、うん、実はこういう堆肥作る時もあの人間と一緒で例えばよく窒素リン酸カリって聞いたことありますはいはいあります、うん、で今例えばいろんなところで売ってるところで化学肥料だとオール14とか、うん、オール10とかこう窒素リン酸カリが 10% ずつ入ってるっていう肥料とかがいっぱい売ってあるんだけどありえないの人間もタンパク質と脂質と例えば炭水化物、うん、同量ずつ飛んだる取ったらどんな体になるみたいなやっぱり堆肥もそうで、うん、あの作物によって好き嫌いとかもあるわけです例えばトマトとキュウリだと全然違うわけです好きなものが窒素は総じて好きなんだけど例えばキュウリは水分が主だから、うん、水分いっぱい吸わないといけないから、うん、水分を吸うためにカリっていう成分が必要で、うん、でもトマトは水分いっぱいありすぎたら味が薄くなってボケるから水分切ったトマト塩トマトとか今あるわけでだからカリなんかあんまりいらないわけですよそういう点ではここはうちの生産者の方がどんな作物を作る
だに合わせて堆肥を作っていこうっていう実験をずっとやってて、この堆肥って畜産家からすれば早く目の前からなくなってほしい厄介なものなんですよね。今農業は畜産家は畜産は大規模化とあとやっぱり専業化なんですよ、単一化で。だからこそ大規模になれば糞尿の処理って悩んでしまって、で畜産公害っていう言葉が生まれたりしてるんだけど、うちはその地域の農家の人と一緒にやってるので、その人たちが使いやすい堆肥、匂いがなくて振っても周りに迷惑かけない、でかつ自分の作物に合わせた、だからこれはそういったのは化学肥料じゃなくて有機の堆肥になるわけです。だけど有機だからといって入れすぎれば害になったり、窒素がありすぎてはやっぱいけないし、だから一つは土壌改良の意味を持たせたり、こう見ての通り炭素もみ殻主体に入ってるんで、それは炭素分として土の中に入ると隙間作ってあげて、そこが空気の通り道になったり水はけが良くなったり、物理的に土を変えるっていう効果と、あと肥料的効果と、あと微生物の餌になるとか、いろんな効果は堆肥に期待できてて、だから昔はそういう、こう物理性とかそっちに重きを置いた堆肥を作ってたんだけど、今化学肥料にしても有機肥料にしても値上がりしてるので、できるだけその肥料成分を残して農家の人が外から肥料を買わなくてもいいように、ただ使い方難しくなるんだけど、使い方も共同でこう実験しながら、そういうやつを作っていこうという形で、こういう形でちょっと手間かかるんだけど、だからこれが米沢郷と赤トンボがグループとして一緒にこうやっている理由の一つで、だから畜産家が畜産だけでやってるわけじゃなくて、地域の農家の人と一緒にやってるからこういう発想が生まれて、ということ、これ間仕切りしてるこれっていうのはそれぞれが、この2つがちょっと白っぽい、他から比べるとこっちはちょっと白っぽいと思うんだけど、これ専用、初見内容じゃねえんだけどこれの田んぼ専用なんだ。あ、そうなんや、うん、へえ。これはもう最初からちょっとある石を混ぜてあって、こんなんなんや、うん、でそれ匂い嗅いでもらってもさっきのところと違ってまた匂いが全然匂いせえへん、うまいな、ねえ、うん、だからこういうものでこれはもう最初から土壌改良の生産分ってあって、葉を硬くするとか、あと石灰カルシウム分とかそういうやつを補いたいと思って、この堆肥の中に最初に石を入れて石を一緒に発酵させたらどうなるっていう実験をやってて、そしたら単独でやるより堆肥に混ぜ込んだ方が植物が吸収しやすくなるっていう実験結果は出てるんだけど、あまりにも作るの大変で、そうなんや自分の分しか作らないなるほどね今後の最終のストッカー、ここにこうため結構秋に収穫後に持ってったり、あとはさくらんぼの雄一もさくらんぼ作ってるんだけど、さくらんぼってお礼越えてやるんですよね。やりません。一番はここは田んぼに堆肥として使うんだけど、こういうお礼越え、さくらんぼとか他のところに使うんで、それを持ってって今これしかないわけです。でそれをまた一冬かけて貯めて、来年の米作りまでこことあと上の糸を満タンになるぐらい堆肥これから作らないといけない、一冬かけて。はあ、ここは満タンなんですか。これと同じ大きさのやつを満タンにしないと足りないんですよ。へー、そう、堆肥ってそんなにいるんですね、うん、ここのこれが2等分で堆肥満パンで、それでもうちの農家の人の生産面積の3割分ぐらいしかかない。あ、そうすか。しかもいい堆肥がないと、でここに虫がいるようじゃダメじゃん。有機って虫呼んだら意味ないんだから。そうですよね。だから
やっぱりそういう堆肥を作らない。そういった技術っていうのは伊藤さんはやっぱりね、先人の人の経験とあとやっぱり自分でやった経験と合わせてですよね。だから地域だけじゃなくて全国に仲間がいるっていうのはそういうことで、うん、BM 協会とか、うん、あのいろいろな仲間、大学の時の仲間だったりっていうのはすごくいろいろなことを教えてくれるし、で例えば新潟で、うん、稲の病気でいうと新潟で出た病気って大体2年後ぐらいは山形に落ちてるから、うん、そういうふうにこう移動してくるわけです。気候が移動してきたり温暖化が進んできたり、なるほどなるほど。あとみんなで呼ばないと、例えば気象庁の人に来てもらって、これから今異常気象と言われてるけど、これから大枠長いスパンで日本地球の気候ってどう変わるとかっていう勉強会やってみたり、雑学じゃん、農業他にも面白いんですね。やっぱりそういうのはいろんなことに興味がある。そういうのいろんな知識が本来必要ですもんね。でやっぱりあの何でもそうだと思うんだけど、仮説立てて、こうなったらこうなるんじゃないってやってみて、なったら面白いし、なんなくても勉強にはなるわけだから、やっぱり同じことを繰り返すっていうよりは毎年違うチャレンジをしていくっていうのはやっぱり技術の楽しみだから、ね、確かに、物を作る楽しみだから。はい、ではもう伊藤さんから本当にこういろんな話を聞かせてもらいましたけど、本当にありがとうございました。で横山さん、また今日一日ですね、本当にこういろんな話いただいて、すごくあのなぜとっておきの人を最後に残しようこの道中ですごく事前学習させてもらった伊藤さんの熱い思いと、やっぱこう何か物事少数派なれど、そこに信念心出しを持って突き進むっていう人はですね、どの業界においてもまあ僕は好きですね。あの好きか嫌いかで言うと好きなタイプです。やっぱりそういう会議がある人生ってのは楽しいだろうなっていうふうに思いますし、まあ、そこが本当の楽しさ、飲んでワイワイする楽しさとはまたちょっと違うね、入り口の楽しさ、人生の楽しみ方っていうのを体現されてる人だなっていうふうにも感じましたし、まあ、またあの生々なね、特に農家さんなんか考え方があるとは思うんですけども、やっぱりさっきから伊藤さんもおっしゃられたように、選択肢っていうのが常にあるっていうのがやっぱり今の時代の良さかなと思うので、皆さんの中で、まあ、消費者さんなり生産者さんなり今見られている方々が、こう、あ、こういう選択肢もあるんだっていう一つのなんか、参考にまたこの番組がなればなとは思いますんで、今日はこれで高畑町編ということで、ちょっとあの内容がですね、番組企画の流れではだいぶずれてしまったんですけどしかも長くなるとは思うんですけど、ちょっと頑張って編集してですね、皆さんにお届けできたらと思いますんで、では今日本当にありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ、さよなら。